標高1300メートル、妙高市の笹ヶ峰高原。少し遅い春が訪れます。132ヘクタール、広大な笹ヶ峰牧場のほか、遊歩道が整備されていて、高原に咲く花々を楽しむことができます。笹ヶ峰は江戸時代に広大な広葉樹林を切り開き作られた場所で、かつてはジャガイモの栽培が行われていました。その後、ジャガイモが病気で全滅し、明治時代に廃村となりましたが、地元の有志により牧場へと生まれ変わり、現在の姿となっています。またこちらの夢見平遊歩道も1980年頃まで道すらなかったそうですが、夢見平遊歩道を守る会が10年ほどかけて整備しました。その中心となったのが佃昇さんです。とにかく驚いたんです。綺麗で花がいっぱい咲いててすごいな、こんないいとこが妙高高原にあったんか、これは大勢の人に見せてあげたいっていうのが最初のきっかけだったんです。そんな佃さんたちが整備した遊歩道では、水芭蕉や龍金花など高原に咲く花々を楽しむことができ、毎年県内外から1万人以上が訪れる場所となりました。標高が高いところなので、あとそこの植物というか植生を、まあ、割と手軽に見れるっていうか、やっぱり水芭蕉が咲いてて、大きなのや小さいのね、どれもすごく綺麗だった良かったです。喧騒を離れ自然の中に身を委ねる、新緑の中で過ごす癒しの時間はまだまだ楽しめるということです。